スーパーマリオメーカー。今回はヒカルさんが作られたコース。その2ですね。クリア率 0.03。前回の時よりさらに低いのか。まだ51人の方しかクリアしてないコースですね。早速やっていきましょう。とりあえず星を取ったら走ればいいらしいけど、どこで星を取れるんだろうな。コースが長いけど、まあ、ギミック的にはそんなに長くない感じかなって気はするけど。そうですね。真ん中の、あれ、ツタかな?ツタあたりがちょっとやらしいかなって感じはしますね。まあ、とりあえずやってみましょうか。よく51人の方もクリアされたよな。相当時間かかったんじゃねえか。あ、なるほど。お、ちょっと待って。コントローラーが。オッケー。いきます。こんなもんかな?お、うん。もう一回行きます。ドン。この辺?はい。はい。うん。音符で今の届くか?こんなもん?はい。はい。あー、いけるね。いけたいけた。うおっつつつつ。氷だから難しいな。ここ。ここ?ここ行って大丈夫?あ、大丈夫?大丈夫?オッケー。うん。この右がツタだったか、多分これツタなんだろうな。多分だけど、ちょっと、アブさんの作られたコースに影響されてんじゃないかな。ヒカルさんも上げてたからな。ヒカルさんたちも上げてたからね。うお?うお?やってみるか。はい。ワン、ほら、こいついるから、もっと簡単になる。これ多分ね、甲羅持ってくるんすよ。上で甲羅降ってたからね。多分この先が甲羅なんだろうな。あぶね、さだまさし。さだまさし。ここ。さださんか、あのマスオさん。ここはほんとトラウマだな、アブさんのせいで。このトゲの上を、トゲ兵の上をスピンジャンプでやっていくこのシーンは本当にトラウマになったもん。けど上手くもなった。うわ。あ、ワンワンって大丈夫なんだ。へえ、知らなかった。うわあ、それはきつい。ここで行く?ここで行く?う、一気に行っちゃう。うし。お、つつつつつつ。こいつ踏むと倒せるのかな?踏むと倒せるのかどうか。おお、ファイヤー。で、これは壊させられないから。オッケー、これでいいんだね。で、これを塗って、ワンワンが結構距離あるな。気をつけないと。よし、これでいいのかな。これで良さそうですね。このまま乗ってクリアして。よーし。はい。コーラ持ってかなきゃいけないとかないよな。うわ、またやらしい感じだな、おい。やらしいな、これ。え?下にも行けんの?こういうこと?動くのか。でもこの辺アンチだよね。この辺めっちゃアンチだけど、いいのかな?え、めっちゃアンチだけどいいのか?この辺。あのハテナブロック。あー、ここむずいな。ここむずいな。うわ!刺さった!うわー!お尻かじられた!いや!死ぬ死ぬ!だから行くより、こっからジャンプで行った方が、行ける気すんな。マリオワールドのマリオって結構飛距離あるんだよな。あ、全然なかったです。やっぱり。ああ、結構怖いけど。こうの方が良さそうだね。これ、なんだろうな。キノコだ。やった。乗っていける?うわあ、被弾早す。あああ困ったな、こりゃ。せめて全貌だけは見ようぜ。なんかすごい、二日酔いだったよ。あのクッパの乗り物が。
これでも乗り物で行かないとダメな感じだよな。こっち行った方がいいのかな。こう上から降ってくるよね。ヒヒヒヒ。なるほど。あれか、そういうことか。トゲを、トゲに触れちゃうと、こいつもダメージを受けるみたいな、ことなのかな。ここいけるかな。いけなかった、いけなかった、いけなかった。耐え忍んで、耐え忍んで。おお、素晴らしい。よく忍んだ。これ操作相当難しいっすよ。相当むずい。相当むずいよ、これ。でも平行に動いてく、く分にはなんとかなるかも。あ、そこか。ラッキー、ラッキー、ラッキー。おっし、おっし、おー、クリアできた。おー、いった。でっかいドッスンがいる。上も行けそうだね。あぶね。ここは、うわ。ここ安定できそう。うわあ、上来ちゃった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 。うわあ、上来ちゃった。うわ。ここや、耐えて、忍んで、ギャ。いやあ。この乗り物の下の方に当たってもダメなんだよね。判定がきついんだよな、これ。あ、ちょっと早かったかも。届け！いやあ、危ねえ、ギリギリセーフ。もう死にたくないよな。ここで無駄死にはしたくない。よし、ラッキー。ほっ、うわ、そっちかい。よし、オッケー。うわ、ここは冷静。で、ファイヤーがビャー。ここ。よし、オッケー。ふぅ、うわぁ。いいよー。いけた、いけた、いけた。あぶねー、あぶねー。怪しかったね、今ね。危なかった。ふぅ、はぁ。おこ。マジおこえ。マジ楽天イーグルス。ふざけんな。これはないわ。それはない。それはないわ。せっかくいいワンワンの抜け方したのにな。行行だと思ったんだけどな。まさかのフラグだったか。死亡フラグとか。左。よし、ロッキー。お、来た。ラッキーやつ、ラッキーやつ、あざーす。よし、ここもボンミスなしで集中していきます。はい。1個目は大丈夫そう。2個目がやばそう。待機、待機やつ、OK。ふぅ。さあ、もうお声はやんない。オッケー。あー、さっきの一体、何だったんすかね、ほんとにね。びっくりだわ。はい。よいしょ。ジャンプ出ないこととかあるんかい。ほんとに。行っちゃいたいっすねー。ここ、うん、怖え。
デカマリオ、これ右上に突破してった方が距離感はいい気するな、でかい時は。斜めに動けるからな、こっちの方が。ほんと微細な、これ。鬼畜すぎるだろ、これ。いけ。ここは割と、スピード勝負。下か上か上だな。いや、ここ嫌い。よし、しのぎ切ったぞ、でっかい状態で。これ下なのか上なのかよくわかんないよね。もう、上かな。ちょっと無理だもんね。入ってみたいっていう気持ちもあるよ。あるけど、こっちだよね、行くべきは。下に当たらないように。ちょっと、勝手に下がっていっちゃうから、上ボタンも押しながらやんなきゃいけなくて、すごい難しい。よし、しのいだ。お、なんかいっぱいな。いや、いらん、被弾した。確認したいんだけど、確認できない。ここら辺なんかでも、あ、なんかゴールできちゃったよ。スターとかどこにあったんだろうな。ゴールできたね。スターどこにあったんだろうな、これ。死ぬ。危ね。ゴールしよう。スターどこにあったんだろうな。もう一回行こっか。スターどこにあるんだろう。まあ、とりあえずクリアってことで。こっからちょっとお遊びね。このブロックたちはあれに変わるじゃん。コインに変わってるじゃん。で、どういうこと？やり過ごす。スターがなぁ、どこにあるか全然わかんないな。やり過ごす。いっぱい来た。ここはやり過ごす、全部。なんかいっぱい来んな。うわ、これまずい。こう。うわ、なんかあった。とりあえず入れた。でっかかったら取れたんだ。で、戻って、スターでビャーって走っていくんだよね。スターでビャーって走っていきます。無理だよ。積んだよ。戻っていったとして、もうやんないよ。もう分かったからやんないけど、コース出る。スター取って戻って、ガーって戻って、でもその後が、一個しかだってスター続かないよね。わかんないなぁ。あ、そうか、いいのか。スターで戻って、で、左の扉入って、死んだところに来て、だ。あの P スイッチは何の意味があったんだろうな。ま、いいか、クリアできたし。裏ルートクリアだったけど。あそこ、でっかいままでどうやって行くんだろうな。あの孔明があったから、物理的にきついと思うんだけどね。右からクリボー迫ってくるし。ま、いいか、クリアできたし。じゃあ今回はここまでにしましょう。裏ルートクリアになっちゃいましたけれども。今回は、これで終わりたいと思います。コース ID がこちら、562F ですね。イカ略です。検索の一助にしていただけたら嬉しいです。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。